様、ビューティー体験へようこそ。資生堂ビューティーコンサルタントのやっこです。今回のビューティー体験はメイク時に欠かせないスポンジやパフ、ブラシのお手入れ方法についてお伝えしていきます。それではやっていきましょう。はい、ではこちらにブラシやパフなどいろいろ用意してきましたが、今回分かりやすいようにだいぶ汚してまいりましたので、これからきれいにしていきます。まずスポンジ、チップ、パフを洗っていきます。使っていくのはこちら、資生堂スポンジクリーナー N です。こちらを手とスポンジが乾いた状態で汚れた面にですね、だいたい10円玉硬貨台分ぐらいを、はい、目安に直接出していただいて、上から優しくもみもみします。この時スポンジが傷まないように、表面強く擦らないように使ってください。イメージはゲームのコントローラーピコピコする感じですね。結構クッションコンパクトのパフなんかはこの側面のところも汚れやすいので、しっかりなじませていただいて、はい、早速ちょっとこちらすすいできますね。このまま水の中でもピコピコしていただいて、水ちょっと濁ってきたかと思うんですけど、こんな形で結構綺麗に落ちてくるので、軽く水気を絞って一度置いておきますね。よく店頭でもどのぐらいの頻度で洗えばいいのと聞かれることが多いんですけど、可能であればここまで汚さずに毎回洗ってください。で、汚れたままずっと使っていると肌の負担になってしまったりとか、ファンデーションやアイシャドウの発色も悪くなってしまうので、あまりおすすめしないです。ただ毎日洗うのも難しいよって方もいらっしゃると思うので、そういった方は今日はスポンジの半面使って、明日は残りの半面など日で使う部分を変えたりとか、あと替えのスポンジを持っておくのをおすすめします。で、途中で足りないかもって思ったら、上からさらに足していただいても大丈夫なので、ピコピコしてまたすすぎます。もう無心でできるのでね、1日の最後にこれをやるのが一つの楽しみです。結構ね、このクリーナー自体が柔軟効果があって、ソフトな洗い上がりになるので、スポンジやチップがより長持ちするのでおすすめです。結構裏も汚したので足してきますね。最後チップですね。で、今回撮影用にボウルに水を入れて合間合間で交換してやっているんですけど、実際は流しなどですすぎながらやるのが簡単ですし、手間にもならないので、ぜひ洗面台などでそのまま行ってください。すすいて取れました。先ほど洗ったスポンジなどもちょっと汚れた水で一度すすいでしましたので、綺麗なお水でもう一回すすいでいきます。十分にすすいでください。で、しっかりすすいだら軽く水気を絞っておきます。そしてこれも質問が多いスポンジの買い替え時なんですけれども、表面が粗くなってきたり穴が開いてきたり、あと弾力性がなくなってごわつくなど、使い心地が悪くなってきたら買い替え時となっております。そのままの状態で使っていると綺麗に仕上がらなかったりもするので、ぜひ手元にあるアイテムたちも確認してみてください。では続いてブラシの洗い方ですね。使っていくアイテムは変わらずこちらのスポンジクリーナーを使っていきます。ただブラシに使う場合は直接クリーナーをつけるのではなくて、ぬるま湯に薄く溶かして使ってください。ぬるま湯を用意した容器を用意しているんですけど、クリーナーを溶かす目安としては、チークブラシやアイシャドウブラシなどパウダータイプのメイキャップ商品を洗う場合は、水200に対してだいたい1ぐらいのクリーナーの量でいいんですけれども、例えばリキッドファンデーションを使った後のファンデーションブラシなどは水が50に対して1でちょっと多めに使ってあげてください。ちょっとパウダータイプのものから使っていきます。本当にちょっとでいいです。こちらを溶かしたら振り洗いというのをしていきます。こう前後に揺らす形ですね。で、この時メイクブラシの根元から筆先の部分をつけて筆を揺らすように軽く洗うんですけど、この時このまま置いとくような突き置き洗いというのは厳禁です。
長時間のつけ置き洗いは毛が抜けたり劣化する原因となってますので、必ずこのように振り洗いをしてください。ブラシの洗う頻度に関しては、先ほどのスポンジとは違って基本は毎回洗わなくて大丈夫です。洗う頻度が多いとですね、毛の劣化を早めてしまうので、基本は使った後に筆先をティッシュペーパーで拭き取って、筆先の形を整えるという簡単なお手入れで行ってください。洗う頻度としては、筆先の汚れが目立ってきたり粉含みが悪くなってきた時っていうのが洗うタイミングの目安となっておりますので、筆先の状態でぜひ確認してください。最後に残るはファンデーションブラシですので、ちょっと水も新しくしまして、入れる量も少し多めに入れます。50対1ぐらいですね。洗い方は同様で振り洗いを行っていきます。ブラシの買い替え時の質問も結構店頭で聞かれるんですけれども、ブラシの毛先が広がったり肌あたりが悪くなってきたりしたら交換のサインとなってます。水気を取って一度きれいな水ですすいできますね。ここから乾かしていきます。必ず清潔な乾いたタオルで水気をよく拭き取って形を整えてから、風通しのいい日陰で干していきます。この時のポイントなんですけど、直射日光で乾かさないようにしてください。直射日光を当てるとですね、これもまた劣化を早める原因になりますので、必ず風通しのいい日陰で乾かしてください。そしてですね、ブラシを干す時はこのように毛先を上に向けて干してしまうと毛が広がりやすいので、寝かせるか、もしくは毛先を下に向けて干してください。今回私は寝かして干していくんですけど、タオルの上にそのまま置くのではなく、少し浮かせた状態で乾かしてあげるとより衛生的ですし、乾きも早いです。スポンジの部分に関しては、このまま寝かせておくよりかは、このように何個かある場合は立ててあげると風通しが良くなるので、こちらもおすすめです。はい、こちらでお手入れ完了でございます。はい、いかがでしたか。ぜひメイク道具を清潔に保って、綺麗な仕上がりのメイクを楽しんでくださいね。本日の動画がいいなと思った方は、高評価とチャンネル登録お願いします。では次回のビューティー体験でお会いしましょう。ありがとうございました。